皆さんこんにちは。大変です。間一髪戻ってきたら、もう溝ないですね。しょうがない。ラッキー。ああ、今スカイバレーを往復して走ってきたんですけども。ギリギリアウトでした。パンクではないんですよね。もう明らかに溝がなくなって、一番薄くなってるんですね。音聞こえます？この辺、ここだ。指で止めてどうなるもんでもないんですよ。ああ、もうしょうがないですね。これは終わりです。まあよかったってことで、こっからですね。多分抜けてもタイヤは形状維持してると思うので、明日運べますね。残念、明日は乗れない。今日でタイヤがこんな状態ですね。もうほぼこれ、よくスリックと間違えられるんですけど、スリックじゃないよ。ちゃんと最初は溝があったんですが、こうなってます。メツラーのレーステック RR の、今回 K1 を履いてるんですけども、なかなかいいタイヤでした。全うして最後まで守ってくれましたね。よかったよかった。まさかの、帰ってきてからの、タイヤの、ゴムがなくなる事件でした。皆様のバイクの日はどうでしたか？それでは皆様、失礼します。まだ抜けてるな。まあちょうどよかった、助けられたね。スカイバレーの途中だったらもうアウトだもんね。生かされてますね。本当に感謝。失礼します。